まあ何度もここでも話してますけど松尾さん松尾跡美前発女さんが今度また新しくライブをやるらしくて松尾さんね知ってる方は分かってますけどドカーベンとか水島漫画に詳しいじゃないですか。 やるっってていうことになってで、僕は水嶋漫画とか全然詳しくないんでまたツッコミ役で農業トークライブの時もそうでしたけどで話聞くとすごい面白いじゃないですかまあ松尾さんのネタが当然面白いっていうのもありますし、うん、水嶋漫画とか僕らから見たら何じゃこれみたいなのあるけど好きな人はそれを当たり前のように過ごしてたりこうギャップがまた面白かったりもするんでそう,いう楽しみだなっていうことになってで、松尾さんと他にその詳しい人がっていう話になってあの森枝さんエレジョンの森田さんもあ神。神が 来た <laughs>、ね、でねブチラジではや、ね、ゲスト来てくれましたけどガッ,さんガッテンさんが、あのー、詳しいからで森枝さんとあと三拍子の久保さんブチラジに来てる人ばっかりじゃないかってなるけどじゃけんか俺久保さんの LINE そう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 なんですよ、うん、それであのまあそのお二方が野球漫画詳しいからその出てもらって、うん、で松尾さんとで僕でまあちょっとそのお二方まだスケジュールがか確保できてないか分かんないですけどで,できれば出ていただきたいっていう話になって。うんうん で、松尾さんは合点さんの連絡先は知ってたらしくて、うん、で、聞くけどで僕にもこう何時にありますので井口君もぜひお願いしますみたいなうん、うん、で、つきましてちょっと久保さんの,の LINE を教えてもらってもいいですかみたいな僕にも来てでも久保さんの LINE の連絡先知らなくてであ、すみませんちょっと分かんないんですよって言ってあ、じゃあ誰かに聞いてみます多分それでいろいろ聞いたんでしょうねでも知らないでしょ久保さんの LINE 教えた 僕が教えてあじゃあそれで聞いたのか分かんないですけど、うん、久保さんに来覧になかった時に「あ今度松尾さんのライブ誘われました」って「うん、おー来たよ」で「お願いします」みたいな感じで僕もそったら松尾さんから来たのがその <laughs> あのだから誰かに聞いて急に LINE 送ってるからなんでしょうけど、うん、また独特の言い回ししてるからか分かんないですけど。うんあの 松です正規のルートでちゃんと番号入手しましたってその正規のルートって何なんだよってその何を持って正規のルートか分かんないし逆にかかわしい誰かに聞きましたって言うやんもう、うん、いいのにその正規のルートで入手しましたみたいな感じで来たからからウエストランドの河本君に聞きましたって言うやいいのになんか、ね、独特の言い方するからそういうのやっぱ他の人にも最近あの人出してるから。<laughs> 説明がいるんだよなそうそう 2> 2, 個すっ飛ばし,ていくでしょあの人で今あれ今っていうか毎年やってますけどね松尾流行語大賞みたいなブログで、うん、あれはまあ面白いんですけど、ええ、あのなんだこれはみたいないつもノミネートしてて、ええ、結局いつも松尾さんまた今年というか去年になるのかな2016年は確か大賞は結局「きなくせ」でしたっけ2016年の大賞が「きなくせ」くせで,で2015年の大賞が「きなくせ」なんですか 結局、気な癖しか受賞してねえんだよ、あんなにいろいろ言っといて気な癖いしか取ってないんだよ、結局。流行大賞でも何でもねえそうそのなんか、口癖じゃん、ただ、僕の言ったのもなんか入れてくれてるんですけど、うん、そこの説明の間に、なんか、また僕の悪口みたいなの挟んでくるし、<laughs> なんか、松尾さん、ブログで僕の悪口すげえ書くんだよな、うん、なんか、お前のおらんところでもあの、あのチビ黙らせるからか言、言ってましたよ、ね、しょっちゅうよ、そので僕のときたちが、井口君についてきますからみたいなのやりますからね、それはここでやる分にはけど、多分外でもそれだんだん出してますから、うん、やるやる、外でもやる。 通じないですからね松尾さんの言葉と、うん、正規のルートで入手したって言ってまあ,あ<ー>もし出てもらえればねまた楽しい感じになるでしょうしそれおもろそうですねそうそうただねやっぱマツさんもやっぱりリンゴのシーズンを超えたわけですから、ねうん、まあ収穫のシーズンの、ね、ああそっかこれから落ち着くんかまあいろいろ大変なこと販売したりは当然あるんでしょうけど、ね、すごいっすよね、うん、すげえリンゴなんもう何万とかなんかね何十万とかそういうのをやっ だから農作業をしっかりしてる人とは思えないこのギャップというかね,確かにね面白いよなそういう意味では、うん、だからあのでも言われたらしいですけどねついにちょっとこれ先に言っちゃっていいか分かんないですけど名古屋の方の番組に松尾さんが出て、うん、あのまた冗談の入れ食いみたいなの言ったらしいんですよ、うん、冗談の入れ食いみたいな多分いろいろこうあってね農業兼 えー、兼業農家芸人ですとか言って最後に冗談の入れ食いでみたいな言ったらその今田さんかな MC やられてる方に「うん、いやなんで農業やってるやつがその水の方で例えてくんだよ」っていう、うん、確かにそう考えらそうと僕らあんまり気づいてなかったけどさすが今田さんとかやっぱそういうの見抜くじゃないですか<ー>確かにあんだけ農業農業って言って急に入れ食いっていうその海の方のああそうすごいなすごいなと思ってそれを聞いてああ賛か会そういうとこ僕らもうちょっと監視していかないとアら,ら,らが結構あの人あるんですから<ー>その農業で推してんのにん<ー>で例えそれなんだっていう。 よく言うじゃないですか水嶋漫画あんな好きなのに「ドラゴンボール」で例えたりとかあるなあの感じクリリンが少林寺の先輩に会った時あれ好きなんだよな松尾さん1年間あれ言い続けましたよね続けてオーディション会場でね松尾さんが昔「タイタンの若手には偉そうにしてるけどわはは」とかその昔の西口プロスの先輩がいて萎縮するっていうねっていうのを初期の「ドラゴンボール」の話でそれをずっとねそれがあまりにはまってからうれしくていい。 言い続けてくれる今そこで強さを見せたけど松田さん本当に萎縮してあのオーディションでネ,ネタ飛ばして落ちましたからに綺麗になじゃあ違う例え違うじゃないかな <laughs> ですからね水島漫画って言ってくれと思いますけど、うん、あのそういうとこも含めてやっぱ松田さん水島漫画の例えなかなか出ないですよねプライベートに <laughs> <laughs> 確か<に>ね、うん、まあ伝わんないとか考えてねやってるのかもしれないけどまあまあまあそれもあるでしょう確かに入れ食いはね違いますからね、うん、なんか収穫方面で言ってほしいですよねもうちょっとねそうだな農業の例えはだ,だから松尾さんも分かんなくなるんですよね、うん、こっちはこっちで本当にやってるから、うん、っていうそういう意味でやっぱ面白い <laughs> いろいろノミネートしてますもんね松尾さんのこ去年の流行語大賞ちょっとざっと聞きましょうかね <laughs> これも言うな <laughs> え松尾さんの うん、流行語大賞のやつ、ね、ブログに書いてるんですけど見てほしいんですけど、ええ、エントリーナンバー1がご覧の不協和音ノーさんのねこんにちはースとかは言わないんで、はい、ご覧の不協和音がめっちゃ好きなんだけどノーさんのこと不協和音って呼んでますから最終的にね <laughs> 意味違うじゃねえ<ー>ノーさんと仲のいいシティホテルのことをあのー、不協和音1問って言うからもうわけわかんないんだよ独特の言い方に独特の言い方が重なってきてますからね、うん、あでもちょっとまたあのー でこうはやまあ良かったって書いてあるけどただ不協和音はもう不協和音って呼んでるんですよこんでるの <laughs> ただ不協和音は最近「ロコモコクースとツイッターで食生活かわいこぶるので減点」っていう勝手なわけわかんないなんでノーさん減点されるのかんないですで次が「腹巻良太」「聞いたことない <laughs> シティーホテル」「サンゴイの良太」「腹巻ええ腹おなスーいた」「腹からねた」あ「かかねまあおう,うのあるのかすいた」「のおないた」「ことないた」で「ん、ま、腹、あ」「ないろいろありまいすよ まとまった笑いとったかっていう聞いたことない僕ら関係ないやつとかねいろいろだからそういうのがある中結局きな癖がとってますから<ー>これ前編後編で松尾さんのブログにあるんで面白かったらね,ね面白い,です、ね、い,い松尾さんのブログ面白いですから、ね、面白いです,いですたまにでも急に怖い時あるよななんか酒の<ー>酒の空き缶だけあってクソみたいな生活だけ書いてあるみたいな松尾さんっぽくない突然怖いブログあるんで、うん ベロベロなん…でしょしう、ね、<laughs> 更新すんだそんな時に <laughs> <laughs> ちょっとまあそれも楽しいし松尾さんやっぱ人間味あふれる人なんで、ね、そうですねまあまたライブやったら僕も話したいと思いますああいいですねぜひそれやるときは来てください、ねうん、お願いします平日毎日愚痴を更新していますウエストランド井口の愚痴なし